建築士の頑張らない英会話。こんばんは。英語がわかる一級建築士の太郎です。このチャンネルでは建築、海外、英語、笑いの世界をメインにゆるく配信していきます。今回が第44回目になります。今回のテーマは検討中は英語で〇〇の上っていうことですね。何の上でしょうっていうね、検討中、なんとなくわかるんじゃないでしょうか。答えを言いますと、これはね、机の上なんですよ。テーブルの上、机、テーブルの上ですね。なので、This matter、この問題、この事柄、この問題は This matter、is on the table。もうこれでね、この問題はまだ検討中だっていう意味になります。だからまだ机の上にある状態、だから実行に移してないよっていう状態ですよね。This matter is on the table。これからね、実行に移す、まあ、机上の空論とか言いますけど、まさにそれですよね。机にまだ乗ってる、実行もしてない状態なので、検討中ねっていうのは、on the table を使います。 This matter is on the table。 これもね、結構建築現場だけじゃなくて、普通の仕事でもね、This matter is on the table って使うと思うんで、これはね、よく使う、覚えておいて、損はない、単語だと、単語というかね、熟語ですかね。こういったフレーズをね、だからこういった細かい、なんていうんですかね、短いフレーズを何個もこう覚えておくと、何個も覚えて、まあ何個も何回か使っていく。やっぱりね、使ってないと忘れてしまうんで、よく使う単語とかフレーズっていうのはやっぱり頭に残りますんで、そのあんまりこう長文をね、長い文章ごとに覚えずに細かく分解していって、本当フレーズフレーズごとを、まあ、勉強していったらいいんじゃないかなって、思ってます。まあ、実際私もそんな風にやってきましたんで、短いフレーズをのフレーズの、引き出しを多く持っている方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ここまで聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。聞いていて面白かった、ためになったと思ったら、いいねやコメントをいただけると大変嬉しいです。それではまた明日も気楽にいきましょう。 Take it easy。 Good night.